はい、速稼塾の久保です。皆さん山口メンバーっていう名前にね、聞き覚えはあると思うんですけども、このメンバーというね、妙な響き、まあこれはね、さて置いとくとして、TOKIO の山口さんね、元 TOKIO と言った方がいいでしょうかね、山口達也さんは、まあお酒をね、だいぶ飲みすぎるようで、でその上でね、高校生の女の子にちょっとエッチなことをしちゃったということで、いろいろと問題があって謹慎などして、今は施設で療養中と聞いていたんですけども、まあ、私も詳しくは知らないんですけどもね、久しぶりに名前が出たと思ったら、なんとですね、またお酒が全然立てていなかったんですよね。今回はお酒と女の子ではないんですけども、お酒と車ですね、飲酒運転で捕まっていたということでございました。それではちょっと記事の方に行ってみますね。はい、タイトルです。元 TOKIO の山口達也容疑者を逮捕、酒気帯び運転の疑いということでございます。元 TOKIO の山口達也容疑者が22日午前、東京練馬区で酒気帯び運転の疑いで、現行犯逮捕されていたことが分かったというふうになっています。一言で言うとね、救いがないと言いますか、これはまあ病気といってね、擁護する形もあるんですけども、看過できないものがありますよね。酒気帯び運転というのは取り返しのつかない殺人事件に、まあ、殺人事件とあえて言わせていただきますけども、死亡事故につながる恐れがあるからなんですよね。で、昨今もですね、お酒ではなかったんですけども、池袋のなんか暴走死事故っていうのがありまして、あれがね、引き殺した方という言い方をさせていただきますけども、加害者の方が、名のある人物だったということで、かなりね、保護されていると、逮捕もされていないということで批判を浴びてました。まあ、どちらにしましても、お酒と車の組み合わせは、お酒と女の子、少女とね、同じぐらい、いや、どっちが強いっていうふうに言えないんですけども、それぞれの重い罪があると思いますし、また許されないことだと思います。記事の方に戻ります。警視庁によると、午前9時半ごろ、練馬区桜台の交差点で山口容疑者が運転するバイクが信号待ちをしている車に後ろから追突したんですね。怪我人はいなかったが、山口容疑者の呼気を調べたところ、アルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕ということでございます。で、これ山口容疑者本人も認めているということですよね。詳しくは URL から記事をね、概要欄の記事を読んでいただきたいと思いますけども、私もね、山口達也さんと同じ47歳、48歳でですね、高度経済成長に10代を迎え、そしてバブルの崩壊があり、いろいろあったんですけども、見ている時代背景というのは一緒だったかなと思います。その上で、交通死亡事故、特にお酒を飲んでの死亡事故がどんなにね、取り返しのつかない、どんなにね、後悔してもしきれないものかってことは分かっていたはずだと思いますし、またね、お酒を飲みすぎたからといって年端もいかない女の子にね、わいせつなことをしていいことにもなりませんし、これはどっちもね、罪が深いんではないかなと思いますけども、やっぱりね、芸能人ということで優遇されているところはちょっとね、私は否定できないかなと思いますよね。これはね、罪以上に、精神的な罰が大きいかなと思いますし、反面ね、あまり叩きすぎると山口達也さんね、思い詰めるパターンかもしれませんので、考えたくない行動に出てしまうかもしれません。この辺がどういうふうにバランス取って、罪と罰、罪を憎んで人を憎まずなのか、それとも根本から腐っているのか、この辺をね、どうしていくのかなってところですよね。一ところではね、山口達也さんが東京に復活するんじゃないかっていう疑いもあったんですけども、疑いと言いますかね、噂もあったんですけども、そんなことをね、させるような TOKIO のメンバーもメンバーだということでございまして、これからもね、 TOKIO は最初から4人だったという形でやるのが私は望ましいのかなと思います。ただね、山口達也さんはまさに個人的にかなり好きなんですよね。コンサートにも何回も行ってますし、同じ、私も音楽をやってる時に同じベーシストでしたしね、カラオケではね、TOKIO の歌結構歌わせていただきましたんで、ファンではありますし、山口達也さんの復活をね、望む立場ではあるんですけども、ただこうなった以上ね、もう看過できないものが大きいかなと。私たちもね、山口達也さん、私もね、もう50を迎える年齢です。残りの人生の方が今までの人生よりも短いと言ってもいいぐらいなんで、これからはね、良き背中を見せる、若者に良き背中を見せる、大人としてね、暮らしていかなくちゃいけない時に、これはないんじゃないかなと思いますよね。私ら平民なんてのはこんなこととてもじゃないけど許されませんよね。やっぱ芸能人だからちょっとね、手伝われてるところがあるのかなと思わざるに得ないんですけども、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それでは以上です。